皆さんから記者会見を始めさせていただきます。先ほど新型コロナ感染症対策本部とそれからホームヒルズの協議会を終わりまして、改めて岐阜県としての、医療疾患警戒宣言をお出しさせていただきました。でまずこのところ の感染等の状況ですが、お手元の最初に行われた資料をご覧いただきますと、これも後でご説明しますけれども、従来お配りしていた資料とはデータが違っておりまして、従来は10万人あたりの、感染者数の1週間の数平均ということになりましたが、今回は1日あたりの新規発生者数の1週間平均ということで、の推移ということであります。で、1100人がレベル1から2の社会人、2800人がレベル1から3の社会人、そして、5600人がレベル1の社会人、こういうことであります。で、これをご覧いただきますと、このところ、第7波の伸びる角度よりは少し、緩やかではありますけども、着実に増えてきておりまして、今日も3000人でございます。という、まず右肩上がりのトレンドに間違いなくなっているということであります。それから、次のページが病床使用率ですが、これも 30% がレベル1とレベル2と下がり、50% がレベル2と推移しています。80% がレベル1というところにということでありまして、この辺は国の新たに設定されたレベルの考え方に沿ってもらいますが、現在レベル2ではありますが、4割を超えておりまして、5割を超えてレベル3に届こうかという勢いでありますし、県内のエリアを見てみますと、中の、それから東の、あるいは北、地域が5割を超えている、しばしば5割を超えているという状況でございます。それから、重症者数については、現在ではゼロです。これまでの最大値が24日。それから、第7波と過去の前とは、これもいつも言っていただいていますが、過去に、第7波は押し切らずに、右肩上がりになっていると。こういう状況の中で、国のレベルについての考え方の整理がございまして、この秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応についてということで、政府の対策本部の方で、発表なされまして、新規感染者数よりは、医療への負担の度合いを見ようという、特に病床の使用率を中心にレベル分けをしているということです。このお手元の縦長の医療逼迫警戒宣言のと書いた資料のですね、4ページをご覧いただきますと、この表の中で国はまずレベル1から4までの名前です。これはもう国の考え方そのものであります。症候期、拡大期、増大期、機能不全期、こうなっています。それに対して国の方では、病床使用率を 30% 未満、30%、50%、80%というふうに分けておりますが、私どもはそれに加えて、本件として1日あたりの、先ほど見ていただいた、1日あたりの新規陽性者数、これ1週間平均でございますが、これが1100人で、1人の差、レベル1人の差配分。それから、1100人から2000人を超えますと、2800人を超えますとレベル1になる、5600人を超えますとレベル5になる、こういうことで、1日あたりの新規陽性者数を私の年は加えております。それから、レベル3とレベル4のところで重症者数というのがございます。これも岐阜県として加えたものでありまして、過去最高が24人ということでございましたので、レベル4はあってはならない、
昨日検査こういうことでございますので、まあ、過去最高潮やや超える25人というのを一つの目安にしてレベル3の目安を10人ということにしました。で、事象について書いてありますが、まあ、国としては保健医療の負荷の状況と社会経済活動の状況を見ながら各、まあ、都道府県で具体的には考える、まあ、こういうことでありまして、まあ、私どもとしては保健医療の負担の状況の中には発熱外来とか救急外来がどうなるか、救急搬送はどうなっているか、それから医療従事者の中の欠勤者はどうなっているかとか、まあ、そういったことを、まあ、中心に状況を見ていく、それから社会活動については、職場での欠勤者、それに伴う事業継続の困難性、そういったことを中心に見ているというのが私どもの考え方です。で、こうしたことをその都度トータルに1番目の2行に書いてありますが、トータルに総合判断をして今どこにあるかということを見定めます、まあ、こういうふうにしたわけでございます。でこれは先般の専門家会議でも、まあ、議論をしたいたしましたし、今日も、まあ、皆さん見ていただいて了承いただいたものですが、そうしますと現在の岐阜県の状況はレベル2であろうと出てありますが、レベル3に急速に今迫りつつある、こういうことでございます、まあ、したがってレベル3に至る前に少しでもですね先手を打ってこれを抑え込んでいきたいということから、これは国のルールではありませんが警戒宣言というのを今回出していきたいということでございます。国のルールではレベル3になったところでさらに状況が悪化していく中で対策強化宣言でありますとか、あるいはさらに悪化すれば医療非常事態宣言というのをレベル3の中で2種類2段階打っていくことができる。レベル4は何としても下げたいというのは国の考えです。ですので、そのレベル3の手前のところで、あえて医療逼迫警戒宣言というところで、今回まとめさせていただきます。まあ、こういう状況でございます。それから、お手元の参考資料ということで、チェックリストがついておりますが、まあ、これは前回お伺いしたものと同じでございますが、まあ、現在、いろんな機会で家庭向け、事業者向けでですね、これを毎日チェックしてくださいということで、まあ、キャンペーンをやっているということでございますので、まあ、これをチェックしてさせていただきます。そこで、まあ、今回のポイントとなる、医療逼迫警戒宣言の内容でございますが、この立て直し料にちょっと戻って見ていただきますと、サブタイトルに、かつてない年末年始を避けるためにというサブタイトルを付けております。ここに言わんとするところは、この本文の中でありますように、まあ、このところ歯止めがかかっても、全国平均を上回る勢いで増加したということ、そして、気温が下がり、換気が不適正になりがちな室内に人がとどまりにくい、それから、湿度低下に連動して空気中を漂う飛沫が増える等々ですね、こうしたことが影響しているのではないかと。それに伴って病床使用率は現在 40% を超えて、なお上昇を続けているということでありまして、まあ、さらにこのところ医療従事者への感染が広がっておりますし、一旦落ち着きを見せ始めておりましたコロナ医療以外の一般病床の病棟の入退院、あるいは救急医療の制限といったこともですね、各地でちらほら現れてきて増加していたということでございまして、この夏、お盆休みにですね、経験したようなですね、医療逼迫が、再度目の前に迫ってきているのではないかという、まあ、危機感でございます。でこのまま特に人流が多くなる年末年始に至りますと、第7波のピークを超えてかつてない規模の感染爆発となるのではないか、そうなりかねないということでございます。まあ、そういったことから今回、医療逼迫宣言を発出して、諸々の対策を要請するということになったということで、次の2ページでございますが、まあ、それぞれ主体ごとの取り組みが書いてありますが、県の取り組み、ワクチンの年内接種、それから検査キットの配送体制、登録相談体制、それから外来医療体制の活用強化、県民の皆様に対しては速やかにワクチンを接種していただきたいということ、それから、まあ、いつも申し上げておるような基本的な感染防止対策といって、それから外出飲食イベント等についてはですね、まあ、その場がどういう場であるか、
感染リスクについて慎重に、見極めながら、対応していただきたいということでございます。それから体調不良については、重症化リスクの低い方は、まずはセルフチェックをしていただいて、その上で陽性になれば登録していただく。それから、救急外来とか救急車の病院については、真に必要な場合に取り付けをお願いしたいということでございます。それから次の3ページになりますと、予防検査、事前検査の、体制も整っておりますので、いろんな都度都度にですね、早期検査、事前検査を、それぞれやっていただきたい、まあ、これでございます。それから事業者の皆さんに対しては、ワクチン接種をやりやすい環境づくりをやってほしいということやら、あるいは、事業所内での感染対策の徹底でありますとか、福祉施設における集中検査でありますとか、それから飲食店においては、十分な換気をお願いしたいとか、あるいは、座席間隔の確保、ワクチンの設置をお願いしたいと、いうことであります。それから、業務が、場合によっては停止する可能性もあるということで、そういったことを身に備えて、さまざまな準備をしておいていただきたいと思います。それから医療機関については、このお盆休みにやりましたように、外来診療をですね、休日の診療を行うとか、あるいは診療時間を延長するとかということで、外来診療を強化していただきたいということが、中心でございます。それから市町村につきましては、ワクチンの現在接種完了に向けて、努力をお願いしたいということであります。それからもう一つ、今回の特色は、感染拡大傾向が顕著な市町村、今日の時点では、高山市、飛騨市、それから白川村と、この飛騨の2市、1村が、独自対策ということで、別市2の、対策を発表しております。これは今後、寒い地域からだんだん、冬の到来とともに、身の地域も寒くなってまいりますし、同じようなことが起こりうるわけですので、これは一つのモデルとして、参考にしていただきながら、各市町村ごとにも実態に即した対応を願っている、こういうメッセージも書いておるんですが、飛騨地域についてはこの5ページにございますように、10万人当たりの新規陽性者数は、1003.06 人、都道府県ベースで全国第1位の北海道が 1080.81 人、第2位の宮城県が 1020.38 人ですから、これに次ぐということで、全国全体で見ても極めて高いですというふうにあると、それから病床使用率もですね、これは下呂市を含めた点でありますが、47.8%、期間の取り上げによっては 50% を超えているという州もございます。またクラスターによる陽性者数も急拡大しているということで、そういったことから、さまざまな対策を丁寧にさせていただいたということでございまして、県のみならず、市町村レベルでも対策を合わせてやっているということでございます。こうしたことを通じて、まさに医療ひっ迫に対する経済のレベルを高めていきたい。私の方から以上です。それから管理者、毎日新聞レベル分けなんですが、いくつか条件を組んでおくというのを知られているんです。これは全ての満たしが進んでレベルの出てレベルに進むこの中の一つの満たせばそのレベルに、それぞれのレベルがどの辺に、瞬間的になるかということもありますし、どういうトレンドで、そこにたどり着いているかということもありますし、それから、それぞれ その数字と指標とそれから事象ですね、こういったことをトータルに判断をして、どうするかということで、判断をしたいと思っておりますので、この特定の数字に達したら自動的に、どうなるとなるか。重要な、指標ではありますけれども、自動的に行うという類の、基準ではございません。あと、県内、特に飛騨地域、はい、関連してかなり関係があったりするので、はい、ということに対して、地域
チームでは、いくらもやったことあると思うんですが、はい、キャンプとして、さらにこのチームに対して何か支援というか、何かありますか。まあ、県全体として、全ての市町村にお願いしたいことは、まず先ほどの警戒宣言の中に書いてあったので、それに付加して、もう少しきめ細かにですね、地域の必要に応じて、さらに踏み込んで、やっていただいているのが、この医師・医師との対応だというふうに考えておりますので、まあ、そこに書かれたことを着実に、まあ、実行に移していただくように、まあ、お願いするということであります。それから、まあ、今日議論ございましたけれども、まあ、そういったその、市民の皆さんにお話をする上でもですね、いろんな、きめ細かなデータが欲しいということの要望もございましたけれども、そういったことについては迅速にですね、対応できるようにしていくというふうに思っております。その次から最後に、今回行動制限といったものは入っていないかと思います、ね、それはもう全部変化でまだ変わっていないかとか、うん、もしかしたらまだそこまで感じに拡大していないかとか、なんかそういう理由で取られていないのか、それとも、ね、現時点のコロナ対策としてはもう行動制限というのは選択肢が入ってこないということをこちらの方に。まず先般国の政府対策本部で決定されたこの枠組みのタイトルがですね、タイトルとして考え方がオミクロン株に対応したレベル設定ということでありまして、まあ、このオミクロン株の今分かってきているその状況からすると、行動制限ということではなくて、この4つのレベルの中で、対応できる対策を一つ一つ手に取っていくということで、行動制限は政府の対策本部として視野に入れていますということでありまして、私どももまずはその枠組みの中で、県として非常にきめ細かに、基準といいますか、判断すべき事象について、整理をしたというのはこのことであります。だからそういう枠の中での、まあ、本当に例えば新しい学校、いろんなことが起こったときに、どうするかはこれまた別の問題ですし、現に、まあ、例えばこれまで出したようなまん延防止等重点措置とかですね、緊急事態宣言とか、こういった制度が法令上は残っておるわけですので、まあ、これはこれとして、残っておるということで、あるわけですけれども。まずは、この今のこの議論の視野の中では、オミクロン株に対応した、やり方ということで、お考えいただければ。ありがとうございました。じゃあ、官房です。それでは、すみません、日経議員です。今回、日経議員を引っ張る警戒宣言ということで、はい、日経議員で出されたんですけど、はい、時期的な、時間の目安みたいなのが今回出されるんです。いつまでということですか。はい、まあ、正直申し上げて、私ども勤務しているのは、まあ、このままいくとですね、そんなに時間を置かずに、まあ、レベル3に入っていくんじゃないかと、これを先手を打ってですね、大きくて、まあ、最大限食い止める努力をしようではないかということからお出ししている宣言ですから、まあ、そういうものとして受け取っていただいて、まあ、ここに書かれたさまざまなアクションについて、大きくてしっかりと取っていく、そして、まあ、状況の推移を見ながらですね、必要とあればさらにもう一段ですね、考えることもあると思いますけども、ね、まあ、そういう位置づけであります。いつか考えられるそのレベル3の移行といいますか、はい、まあ、悪化といいますか、はい、そういったものは専門家会議等を開いて、はい、レベル3に、匹敵するような状況だという確認がなされた上で、次に対策強化宣言に移っていくという必要があるでしょうか。そうですね、もしこの判断を今の判断をですね、まあ、変更するようなことがあれば、あるいは明らかにもレベル3ではないかというような事態が来たときにはですね、まあ、専門家会も当然開きまして、まあ、事態の評価をし、まさにこれからでは総合判断ですね、総合判断としてレベルの変更するかどうか判断をし、それからその時のその県内のですね、各市町村も含めてですけども、置かれた状況を見ながら対策をですね、さらに付け加えていくということになると思いますが、まあ、今の時点では何としてもその手前でということです。読売新聞の乙部です。まず波の捉え方についてなんですけれども、はい、日本医師会なんかは先日第8波に入ったという認識を示していますけれども、
点としては現在第7波の延長線上にあるという考えでよろしいでしょうか。今日はこの会合でですね、村上先生から発言がありまして、オミクロン株の中の BA2 という株がですね、圧倒的主流でありますので、その点については変わっていないと。したがって村上先生としては第7波がくすぶっていると、くすぶっている中での上昇だというふうに考えたいというふうには村上先生はおっしゃったわけでありますけれども、他方でこの波の形に着目してですね、第8波だとおっしゃる方もおられるわけで、この辺は専門家で意見が分かれておりますし、そうこうしているうちに三大的ではありますが、全国的に見るとですね、パラパラと新しい株も出てきておりますので、定義要素はちょっとむしろ専門家にお任せするとして、まだ日本政府もですね、公式にそこら辺については踏み込んでおりませんので、私どもとしては状況に即してやるということをやっていこうということで、今回のような整理ということです。ありがとうございます。続いて今回医療逼迫警戒宣言ということで、もちろん感染拡大が続けば医療逼迫宣言の方を改めて出すということも視野に入ってくると思います。で国の先ほどお話にあった国の枠組みの中では行動制限は伴っていないということですが、その警戒宣言のを出したときに、今回の逼迫宣言を出したときに、今回の警戒宣言とはその中身がどのように変わってくるのでしょうか。おっしゃるのは、例えばレベル3になって、次の警戒宣言ではなくて、ですね、逼迫宣言、医療逼迫宣言、対策宣言、いろいろな変化があるんです。レベル3の中で、まず取り入る対策は対策強化宣言で、国は特定の地域を対策強化地域にしているし、その地域は対策強化宣言をして、いろんな対策をしています。で、この中には行動制限は今のところというのは考えられていないと。それからさらにそれがひどくなったら、医療緊急事態宣言、医療非常事態宣言という位置づけをして、さらに対策を強化していく、こういうことになっておりますので、私どもとしてはこの警戒宣言で、続けていく中でなお増え続けて、仮にレベル3になったとすればですね、その状況に合わせて何を追加するかということをまた専門家の先生方とご相談をして対策を強化していくことになっています。方向性としては、その行動制限は伴わないけれども、今回の宣言内容をさらに強化していくという形になるんですか。そうですね、はい。最後に県民へのメッセージとしまして、このまま感染拡大が広がれば、いつ頃までにどのような感染状況が悪化が見込まれるですとか、その辺の危機感をお願いいたします。オミクロン株というのは非常に感染力が強くてですね、少しでも隙があればどんどん広がっていくと、こういうことで急速に感染者が広がってきているわけでありますけれども、他方で全体としては、重症者は少ないということで、さらにこれまでやってきたワクチンの成果もあるでしょうし、集団感染の効果もあるでしょうし、いろんな意味で、どんどん広がっていく中でもそれを抑え込む努力の要素と、それからそのまた隙を見つけて、ウイルスが広がっている要素と、そのせめぎ合いの中で結果が出てくると、こういうことでありますので、私どもとしては最も心配するのは、まさに医療逼迫なんですね。国もその病床使用率に着目してレベルを上げているのはそういうことでありまして、コロナの感染者のみならず、一般の病気にかかった人が、本来受けられるべき人が受けられない。そういう状況になった時には、ここに医療体制自身が、こんなに助けられるのと助けられなくなったと思います。救急搬送もなかなか困難になったりですね、そういう非常事態に負担をつけたいというのが基本的な危機感になっております。それから、先ほどの紙には必ず書いてはっきり書いてあるんですけれども、やはりこの冬の
インフルエンザとの、同時流行というのも非常に、医療関係者が恐れているということでして、まあ、この2年間かなり難病を潜めておいたインフルエンザもですね、こういって出てくるんじゃないかと、そんな時でなおさら先ほど申し上げたような医療の逼迫を深刻化させる、まあ、こういう、まあ、医療の逼迫化ということを、危機感として捉えて、最大限、ウイルスの活動を認める、感染を認める対策をやっていきましょうというのが、まあ、今回のメッセージです。ありがとうございます。ご自身の会場です。宣言とちょっと離れるんですが、コロナの飲み薬の効果について伺います。こちらの偽薬が、このラインで、さらに最大限協力していただくように、まあ、要請をしているということを、まあ、今、行っていくことであります。特にその、改めて新しい協力偽薬についてとか、そういうことは、しておりませんけれども、このお盆休みには本当に多くの医療機関、通常の倍以上のですね、医療機関を協力していただいて、引き続き、まあ、お願いしたいというふうに思います。最大限お願いしたいというスタンスです。ありがとうございます。今回よろしいですか。NHK 森本です。レベル分類の、判断の指標などいろいろ示していただいたと思うんですが、特に重視する項目というものがもしあれば教えていただきたいです。ちょっと重症者数が今低い中で、10人というのはどのくらいでこういくのかというところがちょっと一つ気になるところがありまして。まあ、専門家の、まあ、私も24人というのを過去に経験してるんですよ。でこれはもう本当にギリギリというか、一つのあたりの状況でありますので、まあ、そこら辺が、まあ、あってはならない数字として線を引くとすると、まあ、レベル4で25人で越してるかという。で、まあ、そこに至る途中のプロセスとして、まあ、一つの分かりやすい目安を置いて、何としてもその手前で聞いてみようと、まあ、20人、10人という数字を、まあ、置いてあると。この辺は、まあ、専門家の手伝いだったのは、まあ、実感ですけど、にもとても必ずしもここに至らない、今だと例えば1人とか0人ということも多いと思うんですが、一方で病床処理とかで近づいていて、必ずしもこう同じように上がっていなくても、レベル3に入っていく可能性は、まあ、総合判断ですから、例えば発熱外来がですね、パンクしそうだとか、それから救急搬送はもう、とにかく特定の地域では全く受け入れられないとか、あるいは入院お断りとか、まあ、そういったような病院がですね、出てくるとか、あるいは医療関係者のですね、まあ、クラスターというか、大量コロナ感染ということで、病棟のですね、閉鎖に含まれるとかですね、まあ、そういったこととか、あるいはまあ、一般的な職場での事業継続が困難になるようなですね、クラスターの増加するとかですね、そういうそういうことに伴って、まあ、医療がですね、とても追いつかなくなるというようなことがあれば、まあ、その重症者数が十分未満であってもですね、これはもう判断をしざるを得なくなるということは十分あると思います。まあ、総合判断ですね、そういう意味で。医療機関への要請の中で、診療機関の増加、救急診療財団の株主が先ほど出てお願いされていると思うんですが、これは年末年始に向けてという形でしょうか、それともまさに今からもう増やせるのであれば、例えば今週末、来週末とかも増やしてもらいたい。まずお盆休みにあってやりましたよね、大変協力していただいたと。でその後、まあ、せっかく頑張っていただいたんだから、まあ、一斉にやめないで、やるところは継続してお願いしたいということをずっとこの間言ってきて、まあ、それでもある程度実感あるんですけども、まあ、そこで今回また急増している中でですね、もう一段ということで、もう一段対応ということで、まあ、お願いしているということで、もう今からということですね、年末まで待っているということではあります。ありがとうございます。今回よろしいですか。はい、臨時支援に対してですね、まあ、ブロック支援さまざまな事情というか、
これはあれですね、よく BCP ってビジネスコンティニティプランって言いますけども、いろんな、まあ、一つ危機管理ですね。例えば、人がいなくなったとか、あるいは取引経路が途絶えたとか、まあ、いろんなそのアクシデントが起こったときにですね、その社会的な混乱を最小限に食い止めるために、あるいはその事業の継続をできるだけ、安定的にするためのですね、2段3段のその危機管理体制をですね、あらかじめ用意していくと。で、コロナにその、まあ、クラスターが発生してですね、大量に感染者が出ればですね、休ませなきゃいけないわけです。となったら、その人手がどれだけ減ったらどういうふうに、対応できるのかというようなですね、その配置をどうするかとか、契約関係をどうするかとか、取引業者にどのようにその使えるかとか、まあ、そういうようなことをですね、あらかじめ、まあ、その危機的な状況が万が一起これば、こういう対応をしますよということをですね、あらかじめよく準備をしまたお伝えしていることが、いきなり混乱に陥らない、まあ、ための工夫だということで、まあ、そういった備えをお願いしております。なんか、人の売りなどをさらに検索していますか？そういうことではないですね。はい、例えば、県庁でもあれですよ。職員が3分の1困難にかかったら、県の業務のうちのどこを重視してやって、どこはもう少し待ってもらったとか、そういう類の危機管理対策ってあり得るわけですよね。急に職員増えるわけじゃないので、どこか借りてるわけじゃないので、まあ、それは県としてのコロナ期間中の、まあ、危機管理としてあるわけで、まあ、そういったことで企業それぞれにですね、いざという時にどこまで耐えられるかと、事業を継続できるということの見極めと対策を考えております。何回よろしいですか？時事通信。すみません、時事通信です。はい、ちょっと今日の本編会議とは離れた話題になってしまうんですけど、感染法上の位置づけについてなんですけど、現在、やっぱオミクロン株、感染力が強いと思うんですけど、はい、重症者数が少ないということで、2類から5類への引き下げっていうのが議論されていますけど、はい、そのことに対しての知事の、ご意見をお伺いしたいです。はい、まず今ですね、改正感染症法案が国会で議論されますけれども、すでに不足でですね、政府は位置づけのあり方について速やかに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとするというふうに書いてありまして、まあ、この法律が参議院が残ってますけれども、通過すれば当然、そういう必要な措置を講ずるという方向に、まあ、動かれると思いますし、それから知事会でもですね、今月17日に、まあ、オンラインで開催しましたけれども、まあ、コンセンサスとして、医療予防接種に関わる公費負担のあり方の丁寧な検討や感染症法上の取り扱いの見直しを進めた出口戦略とそのロードマップを想定しました。まあ、こういうことについてコンセンサスとして今、出ているわけですね。で、まあ、そうなると、まあ2類か5類かという二者択一の問題なのか、それともこのコロナの状況にふさわしい、その、なんて言いますか、整理をして、結果として並べたときに、極めて5類に近い形になるというような、そういう中間的なというかですね、どちらかによった判断もあると思いますね。でまあ、単純にその仮に、まあ、よく言われる5類というふうになるとですね、医療機関によるまず全数報告はいらないということになりますし、それから保健所による入院調整もいかないということになりますし、まあ、そういう意味では医療機関、保健所の負担は当然軽減されるわけでありますけれども、他方で全額公費負担だったものはですね、医療費にせよワクチン接種についてもですね、患者負担の問題が生じるというようなこともありますし、そうなると、これまでやってきたコロナ対策とか関連業務、いろんな支援策全体をですね、大幅に見直すということになりますので、そこら辺で、5類というなら5類に合わせた見直しになりますし、その2類から5類に近づいていく。で、この辺までは5類に近いところだけど、この辺はやはり公的に何か支えるとかですね、まあ、いろんな判断あると思いますので、まあ、それは二者択一とは話もならないで、これからまた議論が具体的じゃないかなと思いますけども、まあ、先ほどの、まあ、知事会のコンセンサスが基本的な形なので、その辺も
踏まえて慎重な言い方を回しています。それからオミクロン株ということでは、かなりいろんな議論が進んでおりますけれども、変異株が出てきたときに、その変異株がどういう性質のものであるかといったことを踏まえてですね、議論だってあり得るわけですね、将来。そういうことの余地もどういうふうに考えているかといいますか、いろいろと考慮する参考になりますけど、そこら辺は丁寧にやっていただいて、例えば、改正時期をどうするか、スケジュールをどうするか、そのためにやらなきゃいけない作業は何かと、その辺も含めた統括な議論を応援して、単にその物理だけの問題ではなしにして、その分に変更に即したさまざまな対応について、混乱なくスムーズにいけるようなことも含めて、しっかり議論しながら、こういうふうにいただきました。ありがとうございます。順番よろしいですか。それでは以上で、社会人の私、ありがとうございました。